え、変えたい。ゲームをするなのぞきみちゃん、山岸愛香です。よろしくお願いします。今日はですね、ワード落としというゲーム。ワード落とし、はい、千原ジュニアさんが考案されたゲームでして、ちょっと1枚カードを引いてもらいます。で、そのカードに書いてある言葉をそのフリートークの中でスッと誰に言えるか。うわー、なるほど。ゲームでございます。はいはい。え、変えたい。一応見せてください。俺も今見れてないんで。はいはい、いきなりですけど、あの占いとかそういうのって信じてます？これめっちゃ私信じてるなとか。え、なんか見ます？そういうの。見ます、見ます、結構見ます。早い。あの早いとか言っちゃダメなんですよ。そのあ、そうなんだ。言ってないなって言うバレちゃう。あ、そっか。やばいやばいやばい。ちょっとカイちゃんの股間ちょっと見てもらっていいですか？何？何？あ、何？前回から気づいてました。え、言ってよ。いや、見えるんで。しこってました？うん、はい。全然気づかなかった。加工のダメージなのかなみたいな。話戻したいです。話戻したい。あ、占いの？え、ちょっと。はい、占いの。占いの。俺の自腹じゃないですよ。あ、もう大丈夫。あ、もう大丈夫。私は4パー超えてますね。あ、やばいやばい。占いいつから好きでした？でもなんか朝の星座占いとかちっちゃい時とかから見ましたか？あ、私細木家族なんですよね。あ、確かに。あ、確かにその時ブームになりましたもんね。そうそうそう、結構優しいことも言うけど、頭がバカみたいな、厳しいことも言うし、みたいな。あ、確かに。もうじゃあ占いの話やめます。あ、マジですか？いや続けます。続けたいです。あ、どうですか？はい。ちなみに全然変わっちゃうんですけど、はい、アニメとか見ます？アニメ見ませんね。あ、見ないですね。アンパンマンぐらいです。アンパンマン。エヴァンゲリオンとか見ないですか？あ、見ないですね。あ、そうです。終わります。ちなみに、はい、キャノギさん、言いたいワード入れましたか？言いました。はい、分かった人。はい。いやもう言ったんで、もう大丈夫ですよっていう顔。顔だから俺聞いちゃいましたね。大バレしてるじゃないですか。もう終わって大丈夫ですよの顔が。あ、だから聞かれたんですね。ワードはあんたバカ。いや、ほら言ってました。すげえ、すげえ言ってた。すごい言ってましたよね。すげえ言ってた。もう細木家族しか思い浮かばんかった。で、これも何回かこれ実はやってるんですよ。うんうん。で、実は気づいたことがございまして、はい、サッサージの上っていう。おー、そうなんですね。なんか分かりまして、はい、カード配るの2名にします。はいはいはい。山岸さんとサッサージに配ります。あー、で、お互いのカードを知ってる。はい。サッサージが入れなかったら助けてあげてください。あ、なるほど。チーム戦。逆にサッサージも山岸さんのワードがぶっ込みづらいだろうなって思ったら助けてあげてください。なるほど。スタート。サッサージのことを下手だ下手だと言うじゃないですか。はい。まあ僕らはこういうゲームを作った時に、はい、最初にちょっとデモでやったりするんですよ。うん。で、P 混ぜてやったんですけど、ド下手もいいとこですからね。そう。ド下手もいいところ。もしも私たち勝ったらなんか。あ、何がいいですか？なんか罰ゲーム。罰を。遊びですよ。遊びの範囲内で、はい、女性2人から戦う。ああ、能力で進ませます。そうですね。まあ、いいといいと。シンプルに痛い。はい、はい、はい。負けね、だからいいですけどって感じなんで。マジであざ。あざで。あざで。え？どんどん血が流れてくるんですよ。え、血が流れてくるんですか？あの、内出血が。内出血が。うそ、マジですか？なんでそんなこと見られる？なんなんですかね、あの時、若い時って。どっかにぶつかりたかったんでしょうね。衝動みたいな。そう、プロレスごっこはやってないな。プロレスあんまり知らないっていうのがあります。逆にそうですね。あ、うん、私こういうのっても苦手すぎて。カタカナとかなっちゃうんですよ。カタカナじゃないですか、そんな。カタカナ。もうそれは下手でしょ。好きな
カタカナ。好きなカタカナ。じゃあでもね、おた仲間なんですよね。まあでもちょっとフォルム的にあるかっこいいなと思ってね、やっぱカ、はい、カなんですよね。ちょっと俺はカ。一文字か。え、あ、そういうことじゃないの。一文字か。一文字か。一文字か。違うな。好きなカタカナって、ミッチー答えて。ルパンとか。ああ。マジです。私なんかちっちゃいツーとか入ってるのが結構好きで。何何何何何をしてるんだ今。女性に行ったら近すぎたっていうか。一番悲しかった恋愛別れは。ああ、なんか多分どっかの話もしましたけど不倫されてたっていう。ああ、ありましたね。不倫だったみたいな、終わったみたいな、何もなかった1年半ぐらい何もなかったことになったなみたいな。ああ、虚無感。ちょっと一回止めていいですか。はい、はい、下手か。待って待って、まだ入ってないですね。何も入ってないし、俺まあまあいいパスあげたと思うのよ。はいはいはい、言っちゃうと、1個入ってる、1個も入ってない。え、入ってる、はい、入ってる、はい、え、まあ、そう、ちょっと待って、そうです、すごいんだけど。いや、ちょっと待って、だとしたらもう1個頑張ろうよ。あ、はい、好きな方がね、ちっちゃいツー入ってるのが好きなのかな。ちっちゃいツー、そうです、ね、強そう、強そう、うん、お前早く乗れ。おしまいだもん。じゃあ男の子にしましょう。男の子にも、もう無理ですもん。俺も無理だ。はい、山木さん、はい、男の子ですか。はい、うわ、いや、まあ、なんだろう、なんですか。正解言っていいですか。はい、正解は許さないと。私はどこで言ったかというと、カタパミンじゃないですか。あー、暴力、暴力で済ませます。そうですね、まあ、いいといいと、心臓に痛い。はいはいはい、こんだけね、もうただ許さないぞって感じなんで、うわー、言ってらっしゃった。言ってたわ。うわー、やばー。で、聞いていいんですか。問題こっちですよ。こっちはラリアット。それは、それはむずい。ラスト、もう一回同じ方式でいきます。よーい、スタート。どんな子がタイプですか。ギャル。ギャル、ギャル。じゃ、ギャルに連絡先にこっち来てって言われて渡されたら、はい、もらえますか。もらえます。私ですか。私はでも全然見た目はいいんですけど、でもなんか最近友達がその、YouTube やってて、はいはい、案件でハゲを扱ってる方がいて、うん、なんかハゲにすごい最近向き合ってて、でもやっぱそれはちょっと無理かもしれない。あとなんか遺伝子レベルで匂いが合わない人っていますね。いくらかっこよくてもなんか合わない人とかいて、何なんですか、体臭なのか分かんないけど、なんかそう、なんか寝てて、あ、無理だなってなったらもう終わっちゃう。入れましたか。入れました。嘘でしょ、嘘。入れますか。ハイパンが入れてくる。いや、俺もそれは分かってる。あれ、そうですよね。ハイパンが入れてくれた。はい、はい、助け合いなんで。はい、俺1個分かったわ。なんすか。待って、僕もなんか1個候補は入れてみ。じゃあ、せーので言うみたいな。せーの、カレー臭。あー、カレー臭は、あ、はい、あなたのワードですか。私のワードです。あ、まあ、そうですね。で、カレー臭を言った後に多分言ってます。そう、ね、俺も思った。だって言ったって顔したもん、ハゲの人。柳さん、ハゲの人ですか。まあ、そうでしょうね。違います。じゃあ、正解言っていただきましょうか。こっち来て。女性陣中の、やったー。はい、だってこういう心理戦、私本当に苦手なんです。変な汗ましたけど、楽しかったです。はい、それじゃあまた見てください。バイバーイ。パタパンをして終わりたいと思います。あ、やったー。硬くないですか、負けそう。
手首は気をつけてください。手首は気をつけてください。本当に言っていいんですか？いいですよ、いいですよ。本当に大丈夫です。